ロックマン X メガミッション3は1996年にカプコン協力の元バンダイから発売されたオリジナルのストーリーを持つロックマン X シリーズのカードダスでありロックマン X メガミッション2の続編であるサブタイトルはエピソード3 vs ハイパーリミテッドセントラルポイントにおいてイレギュラーハンターたちが次々と襲われ消えていくという 過去のカウンターハンターの乱と告示した謎の事件が多発。そのためハンターを失い治安の悪化したセントラルポイントでは時計団マスカレーズが発足し、イレギュラーの暴動やハンター襲撃による被害を最小限に食い止めていた。たった4人の力で襲撃事件の被害を激減させた。その強さと功績からハンターたちの激減という事情もあり、ハンターベースは 彼らを正式にイレギュラーハンターの一員として登録。X やゼロたちの頼もしい仲間として迎えたのだったが、マスカレーズセントラルポイントにて発足した時計団。たった4人の力で襲撃事件の被害を激減させた功績から正式なイレギュラーハンターとして迎えられることになる。ディミートレプリロイドリミテッドの力により復活、強化、申請したレプリロイドたち。 ハイパーリミテッド4人種車体は異名。過去に X たちによって撃破されたボスキャラクターの再生体。それまでと異なり、名称の末尾に HL のイチゴが加わる。ハンターたちの数を激減させ、自らの体をマスカレーズへと変えて、ハンター組織内部に潜り込んでいた。それぞれリミテッドフィールドを作り出すことができ、また、 周囲のメカニロイドを自分の意のままに操ることができる。合体リミートレプリロイドリミートオーダーブレーカー、ハイパーリミテッドの力で起動したオーダーブレーカー。本来、1作品の完結ごとにリセットされている X の特殊武器だが、本作品ではリミテッドフィールドの影響で X が過去の戦いで得た特殊武器を敵に対して使用している。本ストーリーでは、 リターン X が協力し、自らをアーマーへと姿を変えて、X やゼロに力を貸す。核アーマーはバンダイから発売された、メガアーマーシリーズで商品化されている。ありがとうございます。